ハロー、ハロー、ハロー東海、イエーイ。年末ですね。年越しの準備はいかがですか？いろいろとお買い物をされることも多いと思いますが、東海市にはこだわりの一品を持つお店がたくさんあるのをご存知ですか？今回のハロー東海はそんな地域のお店とこだわりの一品をご紹介します。皆さんはこのようなのぼりを見たことがありますか？これは一点一品運動に参加している店舗の印です。一点一品運動とはどういったものなんでしょうか？東海商工会議所が行っております、東海市内のやる気のある商店、そういった方々のですね、自信のある、商品、それからサービス、こういったものを持ち寄りまして、東海市の活性化を考えるという、運動でございます。東海商工会議所ではこれまで一点一品運動の参加店と協力して様々な取り組みを行ってきました。7月から9月にかけて行われた町のふれあいセミナール、一般市民が実際の店舗でお菓子作りや花の寄せ植え、エコバッグ作りなどプロの技術や知識を楽しく学びました。10月にはプレミアム商品券の販売とスタンプラリーが開催され、地域のお店を知るきっかけ作りができました。今回は一点一品運動に参加しているお店でそれぞれのこだわりを伺ってみたいと思います。まず向かったのは中央町の酒専門店グランツ。11月8日にリニューアルオープンしたばかりです。全国の地酒、焼酎、世界のワイン、洋酒などを多数取り揃え、店舗販売だけでなく配送も行っています。ズバリお店のこだわりは何でしょうか？地域の皆様にですね、喜んでいただけるということがですね、私の前提にございまして、そのためにいろいろな地域のものを、地域の農産物を凝ったですね、使った商品作りというものを今前提においてですね、喜んでいただけるような商品作りに今心がけております。こちらにあるのがこだわりの一品なんですよね。はい、そうでございます。はい、南知多さんのですね、ビワを使ったですね、酢なんですけれど、地元産にこだわっているということで、開発させていただいた商品でございます。基本は3対1で、割って飲むのは一番なんですけど、ヨーグルトにかけて食べると、それとかアイスクリームにかけて食べる、サラダにかけて食べるという方で、いろんな使い方をされております。それではちょっといただいてみたいと思います。どうぞ。まずちょっとツンとするんですけど、甘い匂いがやはりビワですかね。いただきます。思ったよりも甘くて飲みやすいです。すごく爽やかな感じが口の中に広がります。ありがとうございます。皆さんが手に取りやすい酒類以外のもの、酢というものは誰でも手に取れますので、そういうものから開発して徐々に酒に入っていただくということも考えております。酒ってこんなにいいんだよっていうものをやっぱり皆さんに知っていただくということが我々の今後の試練課題かなというふうに思って、今の毎日の仕事を楽しんでやってます。もう一つの一品は東海市産の原料を使った本格芋焼酎平州の里。知多半島の一年を描いた切り絵がデザインされた化粧箱に入っており、お土産にも最適です。グランツさんの一品、皆さんぜひご賞味ください。続いてのお店は高横須賀町の株式会社丸政伊藤畳店。明治45年創業の老舗で、畳だけでなく襖や絨毯、内装工事やリフォームも行っています。
ご主人のこだわりは何でしょうか。私どもの会社といたしまして、こういう国産の表にこだわっております熊本の八代さんですねの中でも特上品という最上級のものを使用しております。特上品の畳はどういったところがいいんでしょうか。はい、やはりいぐさをたくさん使っておりますし、で細かく縫い付けてありますので強度も優れております。熊本の八代の泥ですね、でいぐさを染めてこういった色を出しておりますので、また何とも言えないアロマテラピーではないですけども、そういった効果もあります。国産の畳は丈夫で長持ちして、しかも匂いも良くて体にもいいということですね。はい、こだわり抜いた最高級の国産畳、皆さんにより親しんでもらうためにこんなアイディアも。こちらに小さな畳が並んでいますが、これは何でしょうか。これはですね、ふれあいゼミナールという講習会で皆様に手で作っていただいております。床の間に飾っていただいたり、この上に花瓶を置いていただいたり、で、そこに花を生けるということですね。こちらのちっちゃいのは何でしょうか。あ、これですか。はい、これは表の残りの要は切れ端がありますので、それを捨てるのももったいないんで、でこのいぐさをこのようにほじって、であとはここを結んでいただければ、こういうコースターの完成になります。一枚一枚丁寧に仕上げたこだわりの一品、日本人の暮らしに欠かせない最高級の畳です。最後にやってきたのは吹島町にある吹街道漬け所おふくろ庵。4月にオープンしたこちらは大日食品の直売所。地元の食材を使った新鮮で美味しい漬物がたくさん並んでいます。ズバリご主人のこだわりは何でしょうか。そうですね、地産地消と自然発酵させた本当の三日漬けということですね。こちらの一品について教えていただけますか。そうですね、知多半島産の白菜、きゅうり、東海産で採れたこの赤カブですね。では早速いただいてみたいと思います。まずはきゅうりからいきます。噛み締めるとじゅわーっと甘みというかコクが出てきます。では次は人参参ります。人参は本当にこうサラダ感覚でいけるという感じで、美味しいです。皆さん塩分が高い高いっておっしゃられますけど、このぬか漬けについては 1% そこそこ本当にサラダ感覚で食べれるということで、確かにどの絵をいただいても優しい味で、はい、こうしょっぱいっていう感じが全くないですね。そうですね、このぬか漬けはやっぱり自分の子供を愛するように毎日こうぬかをまぶしてないからですね。で本当にぬか漬けは生き物ですから、このぬか自体は知多半島のコシヒカリのぬかを使って、で中に入れているものが、椎茸だとか唐辛子だとか、いろんなものが入っているんですけど、すべて知多半島産にこだわったぬか漬けということですね。野菜についてもぬかについても地元産にこだわったというわけですね。そうですね、それがこのおふくろ庵の売りというものなんですね。今回伺ったお店以外に19のお店が一点一品運動に参加しています。サービス、飲食、販売など様々な分野でこだわりの一品を持つお店が市内の各地にあります。一点一品運動について興味がある方は東海商工会議所までお問い合わせください。いかがでしたか。今回ご紹介したお店以外にもまだまだ一品を持つお店があります。皆さんもぜひ足を運んでみてください。
平成27年にオープンする東海市新文化施設のプレオープニング事業として、オーケストラサウンドを楽しい楽曲やトークでお届けするコンサートを開催します。出演するオーケストラは名古屋フィルハーモニー交響楽団、指揮者は竹本泰造さんです。またゲストにパパイヤ鈴木さんをお迎えします。コンサートは平成26年2月16日日曜日午後3時開演です。会場は文化センターです。チケットは全席指定で一般2,000円、小中高生1,000円、文化センターで販売しています。詳しくは教育委員会社会教育課までどうぞ。開催延期となった夢のコラボレーションスーパージャズ、日野照正、山下洋介、川島哲郎のチケット再発売を行います。コンサート開催日時は平成26年2月21日金曜日午後6時30分開演です。入場料は3500円です。チケットの再発売日は12月22日日曜日午前9時からです。チケット販売場所は文化センターです。購入できる枚数はお一人様4枚までです。なお未就学児の入場はできません。詳しくは文化センターまでどうぞ。新しい大堀保育園が鍵屋町東大堀地内に完成し、26年1月4日土曜日から保育を開始します。保育開始を前に施設見学会を開催します。日時は12月21日土曜日午後1時から4時までです。また大堀保育園に併設される南部子育て支援センターは26年4月1日火曜日から利用できます。詳しくは市役所子育て支援課または子育て総合支援センターまでどうぞ。観光物産プラザでは毎週土曜日日曜日の午前10時30分から午後3時までケアラーズカフェ日向家を行っています。ケアラーズカフェとは認知症介護者のための支援の場であり、息抜きの場として過ごしていただくスペースです。このケアラーズカフェ日向家でクリスマスフォークの集いを開きます。日時は12月22日日曜日午後1時から2時までです。クリスマスソングをはじめ懐かしのフォークソングが演奏されます。なお観光物産プラザの開館時間はご覧の通りです。詳しくは観光物産プラザまでどうぞ。東海市では東海市医師会の協力を得て当番医制度を行っています。夜間や休日に急病のため困った時にご活用ください。ただし当番医での診療は応急処置だけとなる場合がある、必要最小限の薬しか出せないなどの制約があることを十分ご理解いただき、必ず電話をかけてからお出かけください。詳しくは幸せ村健康推進課へどうぞ。